芋洗坂、麻布十番方面に降る芋洗坂は東京都港区六本木にある坂である。東京都港区六本木後、六丁目の朝日神社前の坂であり、この一帯はかつて北東窪町という地名であった。芋洗坂は六本木通りと外苑東通りが交差する六本木交差点にある喫茶店、アマンドの左脇に始まって六本木駅前郵便局。 朝日神社を経て、ゼップブルーシアター、六本木周辺まで下る坂を指す。ただし、芋洗い坂から、ゼップブルーシアター六本木に、直接入ることはできない。一方、西側の麻布税務所、麻布警察署裏に始まって、現在の芋洗い坂へ合流する坂は、うどん坂と呼ばれる。古い資料には、こちらの坂こそが芋洗い坂であり。 合流先の方がうどん坂であると記載しているものも複数存在するが通常の認識のように六本木交差点から直接下る本坂が芋洗い坂合流してくる坂をうどん坂と解釈するのが妥当であるとされるうどん坂について新鮮東京名所図へはうどん坂は芋洗い坂の中ほどより西へ正信寺の方へ行く坂を言う うどのひさぐ商店などありしにより名作るかと、記している。左上に描かれているのが、放送に罹患した子、もしくは子供の放送神という、新型36回線芋洗い坂の名の由来については、諸説ある。1917年に出版された、新編江戸市には、芋洗い坂。日が久保より六本木へ登る坂。坂下稲荷社ありあり、麻日川の持ちなり。 毎年秋、金材より芋を馬にて運び来たり、稲荷ぐるの辺にて日ごとにしあり、ゆえに名付けるかと、江戸砂子に見ゆとの記載があり、坂下の朝日稲荷の前で、芋が売られていたためにこの名が付いたと紹介されている。一方、古来、芋といえばアバタ暴走のことも表し、芋洗いとは放送に罹患した際に神仏に祈願し、お水で洗うことであった。すなわち、 各所に見られる芋洗い坂とは、放送神の傍らの坂道であり、当地においても、漢文年間や漢延年間の地図で坂沿いに見られる、法天寺のべ在転が芋洗いの記念が行われ、それが、名称の起源であるとの解釈もされる。坂に現存する、朝日稲荷は芋洗い稲荷ではなく、すなわち放送神とは考えられていない。名称に関連しては他に、付近に、 家主の元禄というものが営む芋問屋があった、坂下に芋問屋があったために芋洗い坂となった、などの記載もある。東京に残る芋洗い坂には、麻布六本木の芋洗い坂の他に2箇所が知られる、一口咲き芋洗い坂、横関栄一、江戸の坂東京の坂畜麻処房平成22年11月10日、発行 AB、 麻布の芋洗い坂とうどん坂の道筋を決める横関、A1、江戸の坂東京の坂地区間処方平成22年11月10日発行、うどん坂、石川定時、江戸東京坂道辞典コンパクト版、平成15年9月20日発行新編江戸市、ebook、Google ハット ABCDFGH e、芋洗い坂と放送紙、横関 A1、 江戸の坂東京の坂地区間書房平成22年11月10日発行、北日市も、久保町所場江戸大い集欄ありがとうございます。